明けましておめでとうございます。もうお正月終わっちゃった。メール送ろう。ショールームしてるよって。今日でお休みは終わり、明日から稽古やって本番やって鉄なベルまでぶっ通しですかね、多分。なんか画面がモヤモヤしてる。そう、今年こそはお嫁さんになってくださいって書いてある。嫌です。誰かもわからないので。メガネ拭きがすぐそばになくていいかと思って袖で拭いた。お正月終わってお休みも終わってしまった。うもちゃんはずっと実家にいていました。あのね、初詣とかは行ってない。人多いかなと思って、去年行けなかったんですけど、神様は見放さなかったので、おもちゃのこと今年もお願いしますって お家からお願いしました。行けないんですけど、すいませんって。スージェイさん、鏡餅クマありがとうございます。ウレピーナッツで、今日帰ってきた。明日から稽古とかいろいろ始まるから、あのね、実家にいて、実家から別に行ってもよかったんですけど、スイッチ入んないかなと思って一日早く、まあ朝ゆっくりしたいしので帰ってきました。で帰ってきて病院に行って、胃がね、ちょっと先々月ぐらいから調子悪かったので行っていろいろしてました。小屋入りはね、本当に直前、全然まだで、まあほぼイメージした感じのところでやってるので、物とか客席を前にやってないだけってぐらいの稽古場でやってるから、しかもシャーシーで見に行ったので、まあだいたいイメージはついてるかな。そっち側には立ってないけど、こんぐらいの距離感かみたいな。そう、さっきね一瞬寝ちゃったからさ、顔がムクムクで回しとこう。やっと内科に行く決心がついて今日行きました。とりあえず薬の調整だけして、なんかね、朝1錠で飲んで大丈夫な量の薬を飲んでたんですけど、その1錠の内容がね、でももしかしたら夕方ぐらいに切れちゃって、それからちょっとゴミ捨てます。それから、ね、切れちゃったから夜からきついのかもしれないってなって、そういつもね午前中に胃が痛くなることなくて、いつもね夕方から夜にかけて
だったんですよ。そのお腹空いてるからとかじゃなくて、お腹いっぱいだからとかじゃなくて、本当に何でもない時、どっちでもない時に痛くて、 それをあのお医者さんに相談したら、もしかしたらね、そうかもしれないから、一旦薬の量を、一錠の量を、一錠のその中身の量を半分にして、朝と夜分けて飲みましょうってなって、それでも治らなかったら、あの一応しっかり見た方がいいと思うので胃カメラしましょうみたいな感じになったから嫌だからね、胃カメラ嫌だからなってほしいなって思ってます。のりあつさん、虎のりくま、ありがとうございます。すぎさん、すぎちゃったアイテム見慣れてなさすぎて通り過ぎちゃった、ありがとうございます。次、13183、ありがとうございます。あゆむちゃん、あの虎のりくま、正式名称かわからんけどありがとうございます。漢方とかの飲み合わせは大丈夫なのって、大丈夫なんじゃないですかね。ちゃんとお薬手帳を持ってって、先生もお薬手帳を見ながらこう合わせてこれました。だから多分大丈夫。そうね、皮膚科で出してもらったのをずっと飲んでてね、その朝一錠のやつは、なんかこれでいいと思うので、でもその夜になるときついってなるんだったら、もしかしたら切れてきついかもってなってて、昼夜、じゃ朝日朝夜同じやつの成分同じの量違いうまく言えんけど、そう皮膚科で最初出してもらったの、調子悪くて行ったら、胃が荒れてるから、あのお肌良くする薬飲んでも、それが逆にね、胃荒らして、それが表に出ちゃったら意味ないから、結局胃をね、まず調子良くしましょうみたいな感じで出してもらって、でそれで良かったみたい。内容っていうか、その薬の種類自体は、配分、一日の配分をちょっと変えてもらったって感じ。様子見です、もうちょっと。でも多分ストレスが原因でも、多分今すぐにはね解消できないから、あのどうしても舞台もあるし、でもできるだけ自分をいたわりながら、でも終わったら一気にね解放されてね、もしかしたらちょっとは楽になるかなと思うので、それまで飲んで、薬飲んで良くしておきたいと思います。うん、でもさ、なんか自分が作ってしまっている、その状況を作ってしまって感じてるストレスとさ、なんか生きてる中で自分が気づかないうちに感じてるストレスってあるじゃないですか。でも絶対こっちだと思うのよ。だって今までも別に忙しかったことなんていくらでもあったし、そう。でもさ、やっぱ気づかないうちに自分の中でさ、あのストレスが溜まっていったりとかさ、そう。だから自分でどうにかできるストレスは解消して、そう、どうにもできないストレスがあっても大丈夫なようにそう、仕方ないからさ、それは。そう、多分みんな、おいもちゃんだけじゃなくて世界中で頑張っているみんなそうだと思うので、そう、それはもう仕方ないと思って、じゃないところで少しでもよくできるように頑張ります。全然気づかん。だって別にそんな睡眠時間取れてないわけでもないし、そうって感じ。なんかストレスって言ったからイコールはなんか完全に悪いってわけじゃなくて、まあしゃあないよねって思うことも大事かなと思ってます。そう、なんか私が感じてるストレスっていうよりも、私の体が感じてるストレスですね、きっと。うん、多分ね、あと1週間、本当にちょうどあと1週間ぐらいで舞台も始まるので、嫌じゃん、そのやってる途中にキリキリするのが一番嫌なのよ。だから大変だったら泣いていいよ、そういうのじゃないですよ。だからおいもちゃんが感じてるストレスじゃなくて、おいもちゃんがの体が感じてるストレス、うん、だって一年中体の調子が一緒ってことはないからさ、一
いつもと同じもの食べても今日胃が今日はそれは嫌だっていう時もあるだろうし、そうだから気にせずやってます。気にする方がストレス、そう体のストレスを気にし始めたらおいもちゃん自身がストレスになっちゃうから、そっちのことを考えると、だからあんまり考えないようにしてる。気にするとね、もう良くない、何でも。そう一時期さ、めっちゃ肌荒れに悩んで、めっちゃ食事気にして、もうこれ以外、この食材以外使わないみたいな、これ以外は体なんか肌に悪いから食べないみたいにした時は、食べ始めてすぐはなんか体が軽いな、いつもより軽いなと思ったりさ、いろいろしてたけどさ、そういうのを気にすれば気にするほどさ、逆にストレスになってさ爆発しちゃうから、なんか気にしないことも大事だなって思った。そう気にすることも大事だけど、気にしすぎるのは良くないので。最近口内炎はどうって、しばらく出てきてないですね。歯ブラシ気をつけてるから選ぶの。おいもちゃんがいつもできる、いつもっていうかできるとしたら、あの歯ブラシ、新しい歯ブラシで口の中傷つけてしまってできる口内炎ビタミン不足っていうよりも、あの痛いやつ、えぐれて痛い系のやつを自分で作っちゃう。そうだから最近はちょっと歯ブラシこだわってるので、口の中ガサッていくことなくやれてます。ビタミンはねずっと取ってる。本当は食事から取った方がいいけど、じゃあなんかどうしても足りない部分は、あの皮膚科でもらったビタミン剤で補ってます。最低分はそれで取るって感じでして、あとはちゃんと食事、本当は逆の方がいいんだけどさ、やっぱりお仕事してるとなかなかうまくいかないので。歯ブラシはね、普通のやつ、なんだろう、歯の、最近気づいたの、歯ブラシの歯の部分の柔らかさ云々よりも、あのその部分の幅とかこの長さとかよくあるじゃん、なんかああいうのが大事。そういくら柔らかくしてても、歯をね柔らかくしてても刺さるときは刺さるのよ。そう、うまく自分の歯並びっていうか、歯のさこの形と相性が悪い歯ブラシを使ったら、そうあの滑っちゃうのよ、普通に磨いてて、この歯の並びからずれちゃうっていうの。そうだから考えて、いろいろ試して今のやつに落ち着いてます。それ今のにしてから、あの歯磨いてる時に、あの歯の流れから歯ブラシが脱走することがなくなった。磨き方の癖とかもあると思うんだけど、まずなんか気にしてらんないしね。だから今の歯ブラシがめちゃめちゃ相性がいい。うん、変わらず今も1日に変えてる。まあ今年っていうか今月1日はいなかったので、ここであの実家に帰ってたのでまだ帰ってないけど、そうストックがあるので買えます。今日今月になってまだここでちゃんと歯磨きしてない。あの内科に行く前に、あの二ほどきして手元に歯ブラシあったから、それ歯磨きしたここで歯磨いて洗面所行った。そうあの持ち運び用の歯ブラシも、家の歯ブラシもだから同じのを使ってる。ビタミン B2 B6 取りましょうって、取ってます。
日にち決めておかないと交換するの忘れがち。そうなのよね。なんかさ、後ろから見てさ、ブラシ広がってたらとか言うけどさ、なんかめんどくさいなんかわからん、なんかもともとさ意外となんか狭くてさ、その背中の部分が狭くてちょっとでも広がったら目立つやつとかあるし、だからもう1日なんかその部分が大きいやつだとはみ出るの遅いし遅く感じるし、そこが意外とその毛先と同じくらいの大きさだと目立つし、分からんからもう1日に変えようと思ってそう毎月1日に変えるようにしてます、うん、あでも結局1日、なんかまだ大丈夫なのに1日に変えるのもったいないなとか思ったりしたけど、意外と1日になってるとちゃんと広がってるから、まあいっかって1日でいっかってなってちょっと1日に変えてます。もう半年ぐらい経つのかな、夏ぐらいにやり始めた気がするから、うん、めっちゃ楽。発音名はね覚えてない、なんかいろいろ入り混じってて途中で起きたりしたし、うん、ほとんど覚えてない、大した夢じゃなかった気がする。お正月は特にどっか行くこともなく、電動歯ブラシは使ったことない。怖い夢でもなかったかな、なんかよくわかんない夢。会社でもらった歯ブラシが使いやすい、なんかね実家にいっぱいあって、いっぱいでもないいっぱいでもないけど歯医者さんほどはないけど、なんか何本かあって一時期使ってたかな、うん、親知らずはまだ残ってますかって、残ってるんだけどどっかが多分次抜かなきゃいけないかな、忘れた、どっかな、レントゲン撮った時に、定期的に撮っててレントゲン、検診半年に1回の検診で撮ってて、ずっと眠ってたんですけど、やっとっていうわけでもないけど、ちょっと生えてきそうなところが、どっちかの下、右か左か忘れたけど、どっちかの下の歯が動いたので一気に、もしかしたら次は4月ぐらいかな、検診にレントゲン取ったらどうなのかなって感じ、うん、なんか上の歯はどっちも全然まだ眠ってた気がする。でもどっちかの下がなんか横から生えてて、そうだから絶対抜かなきゃ、横の奥歯が虫歯になっちゃうので、絶対あの角度は私はわかる専門の先生じゃないけど、あのレントゲンを見たらわかる、この生え方は良くないとそう、ちょっとこうなんか真横っていうよりもなんかこう来てる感じかな、そう、あの横の歯ぶつけちゃうとさ、そこの重なった部分が虫歯になるって言われて、確かにと思って、でもさもうこう生えてきたらこうは来ないからさ、こう開けて取るしかないじゃん、だからできるでお願いだからちょっと上に生えてきてって思ってます、うん、だって横からだったらもう穴開けるというか切って開けるしかないじゃん、その歯を出す部分を、僕歯医者だからおいもちゃんの言うことなんとなくわかるけど、歯ぐき切るしかないよって、そうだよね、だからね、うまいことなんかちょっとでもいいからあんま切らんでいいようにねしてほしいなって思う多分今行ってるところで大丈夫なのかな、
最初そこ行った目的が顎関節症だったので初めてね、その一人暮らし始めて、まあ、地元にはさ行ってた美容室じゃなかった歯医者あるけど、引っ越してきて行ったことなくて、顎関節症のやつで初めて行ったところだからなんかそういうのいいところなのか、その抜く系親知らず抜く系がどうなのかはちょっと考えたことなかったんですけど、でもまあさ麻酔とかするにしてもさ今意識はあるから、まあ、よっぽどさこう全部一緒に抜くとかじゃない限り普通にするなら、だからさ、嫌だなって思う感覚が分かるのは、あ今なんか今抜いてんなとか、思想脳路は辛いよねって、急にそっちに行った、それはないですね、今のところっていうか。でも歯茎のチェック大嫌い、なんか深さみたいな見るやつ、その半年に1回やるけど一応。耳のやつと同じなんです、粉瘤の手術した時も麻酔効いてるから痛みとか全くないけど、でもなんか湿っぽいなとかやっぱさ切るからさ多少は血が出たりするわけじゃないですか、なんか湿っぽいなとかなんか音がするなとか、そう親知らず抜いていたけどさ、なんかこれは言っていい痛さなのか誰でも感じる痛さなのかって分かんないじゃん、人が感じる痛さの度合いなんて。だからまあ歯茎にそういう器具を突っ込むってことは普通に考えて痛いじゃん、でもこれは正常な痛さなのか、そう良くない痛さなのか分かんなくて、なんかでもまあ別に何だろう、泣きわめくほどの痛さじゃないしみたいな、耐えられないわけでもないし、歯医者さんの痛かったら言ってくださいほど言って意味のない痛いですはないと思っとる、だって痛くてもやらなきゃいけないやつだからって思いながら寝転がってる。でもおいもちゃんは20歳超えてやっと歯医者さんのその、まあ、ウィーンってなるじゃん背中、あれはちょっと上の方に行かなきゃいけないって学んだ、絶対に上に上がってくださいって言われるからそう上に上がってくださいって言われて上に上がる、すいませんと思いながら、だから今行くとしたら最初から上にちょっと上がる、昔手を挙げたら麻酔追加された、あでもおもちゃも麻酔追加されたことある、それはさもうさ何かをしてるからさ痛いやつで、まあ、麻酔追加するってあるの分かるけどさ、歯茎刺すやつはさ麻酔とかじゃないじゃん、治療とかじゃないから、そうあれはちょっとなんかどうしたらいいか分からん、おもちゃも麻酔追加されたことある、あここ効きにくいんだろうねって言われて虫歯に直接麻酔を刺された時は意識飛ぶかと思った痛すぎて、もう中学生ぐらいの時の話だけど、そうめっちゃ痛くて、痛いと思うけど結局そこに刺すのが一番効くから頑張ってって言われた流れでプツッと刺されてめっちゃ痛かった、っていう懐かしい話、おもちゃんが中学生の頃行ってた美容室すぐ美容室って言っちゃう、うん、
おーおーおおってなって刺すんかもう一回って。でもさ、いつものいつものっていうかその最初刺すやつは痛くないから別に、まあ、グンってくるけど痛くないからまあそれぐらいかって思って、もうなんなら一回さ、あまり麻酔効いてないとはいえ一回麻酔ってるから大丈夫でしょうって思ってたの、その時は。でもそしたらもうめっちゃ痛かった。ピーちゃんの舌で気配探るエピソードがめっちゃ笑った。あれか、舐めてたらなんかあると思って舐めてたら、あの歯医者さんの指やったやつか。なんかそこにいた、なんだろう、職業 どの立ち位置の方かわからないんですけど、女の先生がいて、先生どうなんだろう、女の人がいて、もう覚えてないんですけど、 どの場面で会ってたか、待ち受けなのか中で会ったのかも覚えてないんですけど、その女の人にあのお出かけ見ましたって言われてそうお出かけにちょっと最初期の頃ちょっと出たやつにを見たみたいで、そうあの時間た時期たってもう一回行った時にね、その何年か経って行った時に言われて、でその時に虫歯があったから何回か通ったんですけど、その途中で言われてめっちゃ恥ずかしかった思い出がある。その方のおじいちゃんが指原さんが好きらしくて、で一緒にお出かけ見てたら私が出てたみたい。えっと思ってそうなんか通ってる時は知らなかったの HKT って。でもその途中でたまたま見た お出かけでおいもちゃんが出てて、そうその時はあれとあれと思ったんだけど、でまた来るじゃん私が。で来たら名前やっぱ見るじゃん、そのカルテの私だったみたいな恥ずかしい。であの天神のお店で会ったことある。そしてまたで声かけられた時さ、その時まだコロナ禍じゃなかったからマスクしてなくて、で歯医者さんってさみんなマスクしてるじゃん、コロナとか関係なしに昔から、だから誰か分かんなくて、であそこのあの歯医者のって言われて、初めてマスクなしの姿見た懐かしい。いつの時か覚えてないんですけど、あの見られたお出かけは恥ずかしい。そう初めてね、ずっとマスク姿しか見てなかったから初めましてでした。しかももうしばらく通ってない歯医者さん、その歯医者さんの治療終わって通ってないくらいのだったから、確かだからその歯医者さんの名前を言われてもんってなるぐらい、一瞬なるぐらいの時にそう会って、お店でやばいな、うん、歯医者さんにメイクしていくのって、うん、いかない。なんかメイクしてもそんなに別人になるわけじゃないから多分大丈夫、わかると思う。そこまですごいメイクはできない。そうどっからこの話になったんだろう、いろんな話に飛びすぎた。 そんなこともあります。福岡は狭いんです意外と。最近びっくりしたのはトレーナーさんに急におもちゃんの、住んでる地域の近くっていうの、なんだろう、まあなんかドンピシャではなかったけど、そこら辺に住んでるんですかって言われて、えっなんでしてんのみたいな感じで思ったら、その人の知り合いが私のお母さんの知り合い、知り合いっていうか知り合いだったみたいで、そう福岡狭ってなった。びっくりしたよ私は。
そういうことよくある、うん、福岡は狭い。思わぬところにね、知り合いの知り合いとかやっぱいるからさ、って他にもあった気がするけどちょっと忘れちゃった、うん、あの遠い昔に美容室で私おばあちゃんの連れで行ったから、おばあちゃんのあのお母さんの方のばあちゃんだから名字は違うわけですよ。でばあちゃんの名前で予約した美容室で急にお父さんって誰誰って本当に名前ドンピシャで当てられて、えってなった時に、なんか一緒に少年ん一緒に野球をやってたかなんかで、すごい顔が似てたからもしかしてと思ってってそうって言われたこともある。本当に遠い昔、顔が似てるってなってさ、あの人の娘かもってなって、そうなんですかって聞けるのすごくない？私だったらさ、すっごい似てると思っててもさ、多分あの聞けないと思う。だって違うかなと思うもん、まず似てると思っても。そう、そんなに似てるんかと思って、うん、本当に遠い昔 HKT に入る全然前に言われたことある。誰々くんの娘さんみたいな、えなんかそうですって言っていいのかも分かんなくて、なんか誰と思ってなんか怪しい人とかだったらさ、なんかそうですって言わない方がいいかなと思って、でもそうですって言ったら、やっぱ似てると思いましたって、お父さんと一緒になんか野球やっててみたいな感じだった気がする。野球だったと思う、男の美容師さんで。そう、え確かに父になんですよ、おもちゃんは。なんか鼻がとりあえず似てるし、なんか目はね、でもだいぶやっぱ成長するにつれてどっちかっていうとお母さんの方に似てきたんですけど、そう顔はなんか小中学生の方がなんか大人びた顔してたんですよ、おむちゃん。そうなんかそういうなんか人生2周目みたいな顔してる時はパパに似てたかな今はさ、まあなんかメイクとかするようになったりとか、まあ、人に見られる仕事っていう意識とか出てきてさ、ちょっとなんか若返った気がするんですけど、そうでもちょっと前、その10年前とかはやっぱずっと似てるって言われてた。だから PA が学生の頃の写真とか見るとやっぱ似てるなって思う。そう、人生2周目みたいな顔幼稚園の頃は人生3周目みたいな顔してた。そう、なんかもうすんみたいな、卒園アルバムみたいな顔してた何かあんまりしっかり笑ってる写真がなかったな。何か写真撮られるってなると何か多分緊張してた気がする。あんま好きじゃなかった。どういう顔したらいいか分かんなかった。やっとなんか今の人生って感じ。まあ似てるって言ってます。やっぱ性別も違うし、あの時気づいたその人はすごいなと思った。だってパパにその話したら誰かわからんっていうのそんななんかあのもうあの何十年前その50年とかじゃないけどね、もちろん学生の頃の話なんか一緒にやってた子とか覚えてないって言ってた。ってことはさ、そのなんかさ、何十年、例えば20年前とかのさ
パパの顔がその人の中にはあるわけじゃないですか。記憶力いいなって思った。そう、なんかその担当する誰々ですで名字覚えてたから、あの確かその名前も言ったと思うんですけど、よく覚えてないって言ってたから、でもその人の記憶力が本当にすごいんだろうなと。だっておいもちゃん今の23歳でも小学校の頃の友達の顔をあまり覚えてないから。そう、だってさ、それ以降もさ、いろんな付き合いがまあできてくるわけじゃん。仕事したりとかさ、まあ、子供ができたらその子供の親御さんたちとのつながりとかもさ、いっぱいさ出てきてる中でさ、やっぱどうしても過去の人を書かないとって言い方したらあれだけどさ、幼稚園とか小学校とかの人、それ以降の付き合いがない人とかってやっぱり忘れちゃうんだよね。どうしてももう一回見たら思い出すと思うんだけど、誰誰だって。でもその記憶の中で言うとあんまりね、記憶にないから、なんか本当にすごいんだろう、すごい似てるか、本当に嬉しさつってくらい似てたのか。だってパパの写真しか見たことないからさ、やっぱ私も当たり前だけど、そうだからよっぽど似てたんだろうなって思います。うん、そう、全然覚えてない。仲良かった子を覚えてるけど、あんまり一緒のクラスになったことない子とかはあんまり覚えてないかも。多分向こうも覚えてないね。なんかママとかもたまに、まあ、お仕事してるとお客さんに同級小学校の同級生とかがさ、お客さんとしてきてさ、まあ、ママは結婚してるから名字変わってるわけじゃないですか。でもその旧姓の方で「誰?」みたいな。あと名前誰みたいな感じで聞かれることがあるらしくて、本当にその子とは小学校以降会ってなくて、すごい久しぶりでみたいな。でなんか聞けるのすごくない？例えば本当にあるかもしれない、その店員さんで、あれもしかしたら知り合い、でも名字違うなって、結婚してるのかなみたいななった時に、誰誰って聞けるのがすごいなって思う。うん、思っても自信ないし、当てちゃうのすごいし、そうあるって言ってた。そう、もしかして旧姓なんとかですかって聞かれたことあるってってなって、やっぱ誰誰だよねみたいなって、下の名前に戻るみたいな。そうだってさ、小学校からさ今のママの年齢で顔が変わらないことないじゃん、まあ、面影はあっても成長してるからさ、すごいなって思った。だからその見てないもん、おいもちゃんだったら多分その店員さんの顔とか。そう、だから多分もしかしたらさ、街中ですれ違ったりとかしてるかもしれないけど、全然気づかないと思う。メイクとかさ、やっぱ印象、顔は変わんなくてもさ印象変わったりするし、今時なんか地元、例えばその小学校同じ人にその小学校の校区内で会ったら分かるかもしれないけど、なんかそういうのって意外となんかその外、もうちょっと広いところで全然違うところでさ、もしかしてとか言われたりしたの聞いたりするとすごいと思うし、よくそういうシチュエーションに合うなママがって思う。そう、結構前にさ、まあ、地元ではないけどちょっと離れたところのお店で、あの普通に買い物してたら女の子に話しかけられて、で絶対に話の内容的にもう絶対同じ小学校の子で、なんか名前も名乗った気がするんだけど、突然の出来事すぎて
頭の中整理できなくて、結局最後まで誰か分かんないまま話したことある。で話し終わって3秒後ぐらいに、あ、なんとかちゃんだってなって、そう、あの時は申し訳なかった。思い出したふりして、思い出してなかったです。おいもちゃんは誰か分からないまま必死に話し合わせて、でもなんかその話の内容的には覚えてて、あの嘘をついてるわけじゃないのよ、こっちは嘘をついてるわけではないけど、誰なのかが分かんなくてそう、そうなんだよ。ちゃんとね、名前も名乗ってくれたのよ最初に。でもおもちゃんは話しかけられたことにびっくりして、なんかちゃんと聞けてなくて、コアラさん、タワーありがとうございます。タワー聞くのも失礼かと思っちゃうからね。そうなの、だってさ、もうどんどん話進んでいくから、もう聞くタイミングなくて、だって最初に名乗ってくれたし、そして誰誰誰誰って、もみちゃんが高校入ってすぐぐらいかな、そう、もう記憶は今の学校の人たちでほぼ塗り替えられてて、しかもさ、もう中高一貫だったからさ、小学校と同じぐらい、まあ小学校の方が多いけど、新しい人の顔と名前を頭の中にもういっぱい入っちゃってるわけよ。そう、だからもう思い出せんかったん時は。でも言われて、なんかその冷静になって思い出したけどね、やっぱあの時はすごい勢いだったから、そう、考える暇もなくて、落ち着いてね、焦った頭で考えてもやっぱりなんか、今でこそさ、ファンの皆さんの顔とかさ覚えるけどさ、なんだろう、すごいなって思う自分でも、なんか自分でもすごいなって思うって自分で言っちゃうのなんかあれなんですけど、やっぱなんだろう、頭に入るもんなんだな、もんなんだなって思います。うん、なんだかんだって、だから今例えば学校に行くってなって、友達がクラスにいっぱいいるってなったら、なんかそっちに頭の中のその記憶力のこのなんかこうキャパに埋め込むことはできんかもしれん。もう今以上は、そうなんだろう、ファンの方の顔を覚えるのと同世代の子の顔を覚えるのってなんかやっぱ違くて、そう、ファンの方ってさ、いろんな年齢、年代、性別の方が来るわけじゃないですか。だから意外と覚えやすくて、なんか同級生ってなるとさ、もうほぼ同じ感じじゃん、髪の長さとかさ。覚えるけど、覚えるけど、最終的には覚えるけど、なんか違うかも、こう頭の入ってくるこのスピードが、うん、なんか謎のやつ謎の、うん、でもやっぱね、今はねマスクもあるから前よりはちょっと苦労するかもしれん、うん、でもその2年ぶりに来ましたとかで忘れてる方はいなかったかな。さすがに4年ぶりに来ましたは分かんなかったけど、4年ぶりはさすがにちょっとあまり記憶にはなかったかな。なんか人によってはなんかした会話の
なんかうっすらとした記憶があったりはしたけど、そう、あ、なんだろう、そう、4年前までずっと来てたならさすがに覚えてるけど、4年前に一度来ましたみたいなのはさすがにちょっと覚えてられなかったかな。そう、だから例えばね、3年ぶりに、3年前たまに行ってたメンバーに3年ぶりに来ましたって言われて、あのちょっとなんかんってなられても怒らないであげてください。さすがに、さすがにあのね、難しかったりするとこある、うん、そうそのね、初期の頃ずっと来てくれた人とかだったら、まあね、髪の感じが変わったりとかはあったら一瞬わからんかもしれんけど、そう、来ててそれを言ってくれたりしたら意外と覚えてたりはするけど、4年前に1回きりとかはさすがにちょっと覚えられなかったですね。これで覚えてたら私のこと人間と思わない方がいいな怖すぎん。4年前に一度来て、あの時あの服着てたよねとか言われたら、おいもちゃんだったら怖くてもう通えない。4年前に届きました、嘘でも覚えてるなんて言えなかったでもまたそっからね、あの始めていけばいいと思います。あみちゃんはあいてしまった4年、まあ、4年経ってもなお2回目来てくれるっていうのはね嬉しいことなので、また今から関係を続けていけたらいいなって思います。しかもさ、マスクだったからさ、4年前に一度きりでマスクつけたらわかんないよね、うん、あと困るのは自分的に、多分おいもちゃんの握手には来たことないんだけど、公園とかには来てて、初めましてって言われて、おいもちゃん的には絶対初めましてじゃないんだけど、こっちが勝手に初めましてじゃないことにしちゃってるだけで、頭の中で。そう、だから初めましてって言われるのに疑いかけちゃう、こうやって本当に初めまして、カモかけてるんじゃないのとかそう、思っちゃう。で、なんか本当に初めましてかなって聞くと、劇場はよく来てますって言われて、あ、だから見覚えあるんかみたいな感じのはある。どっちってそう、いろいろいます、そんな方。だってさ、はじめましてでカマかけてもいいことないよ本当に。いろんな部分でやっぱファンの方を見ることあるから分かんなくなっちゃう、こっちも。公演も見たことなくて、はじめましての人ももちろんいると思うけど、そうやって公演に来てて、あのこういうおしゃべり会は初めてですって人もいて、でも本当にたまに本当にカモかけてくる人いるじゃないですか本当にあのおしゃべり会とかも来たことあるのに始めましてみたいな、そう、そういう人がいるから疑っちゃうんだよこっちは。そうじゃない人にまで、だってそれで始めましてって返すと、ほら覚えてないって言われるんだもん。やっぱいろいろアンテナを立てて日々過ごしてるんだろうなって自分がね思います。きっとみんなもそう。もちろん応援の形は人それぞれなので、全然いいと思います。
本当だったらいいんだよ、本当に初めましてだったら全然いいと思う。本当に握手会は初めてで劇場来たことあって初めましてって言われても、おもちゃんは絶対見たことあったら本当にってなる一瞬でもそういう時は大体みんな公演は見に行ってますって言うから、やっぱりそうなのかってなる、解決する、自分の中で。でも今はやっぱりさ、覚えてもらいたいじゃんみんな。でもやっぱりお芋ちゃん的に、これは人それぞれだと思うんですけど、なんだろう、やっぱマスクがあるから一旦オンラインで顔見せてほしいなって思う。一番お芋ちゃん的、一番入ってきやすいのは、まあ、公演は置いといてね、公演は置いといて、その1対1の場面で一番入りやすいのはまずオンラインで、もうマスクのない本来の姿を見せてくれます。で会場に来てマスク姿を見てくれます。で頭の中のお芋ちゃんが整理してもう一回オンラインに来て1位っていうのが一番やりやすいかな。そう、やっぱマスクだとね、情報量が少ないなんだろう、別にさ、人の顔を覚えるのになんか目がこうなってて鼻がこうなってて顔がこうなっててってするわけじゃないけど、やっぱりさ、目しか見えない部分で覚えるより顔を全部見た方が覚えやすいじゃん、普通に当たり前に情報量がだっていっぱいあるから覚えやすいけど、まずこっから始まっちゃうと、まあ、こっから始まってオンラインであの時の自分だよでまたこっちに戻るっていうのもいいけど、どっちかっていうとオンライン先に全部の顔覚えてて、でオンラインで来た誰々ですって言われてから始めて、ここだけのその人を覚えて、でまたオンラインに戻った時にこうやっぱあの人だよねって自分の中でなるみたいな、逆も全然いいけど、どっちかって言われたらこっちかな。でもそのなんだろう、先におしゃべり会から始めて次初めてオンラインですでも全然大丈夫。どっちもしたことなくてどうしようって悩んでる人はオンラインからがおすすめかな、どっちも行くよって人はね。そう、あと今後なんだろう、結構しっかりした会話したいなって人、お芋ちゃんからの会話の種類が欲しいなって人、なんかうまく言えないんですけど、なんかは SNS の名前、755の名前を言ってくれた方がなんだろう、話の題材、お芋ちゃんが出す話の題材としては出しやすいかな。別になくても1個振ってくれたら全然話すし、その人との会話として覚えるけど、その SNS この人はあの人だって知ってた方が、こっちからあの時の話だけどさみたいな感じで出すことできるから、おすすめのうちの一つではあるけど別に無理して言う必要もない。から本当に人それぞれでいいけど、今話したのはただのお芋ちゃんのおすすめです。そうした方がお芋ちゃん的には覚えやすいよっていうか、そのなんか今後関係性を築くにあたって、築いていくにあたって、関係性って言ってもさ、そのあおしゃべり会でしゃべるときとかだけど、今後ねの方がなんかお互いにやりやすいかなって思うけど、まあ全然みんなに、なんか痒いなと思ったら見て赤くなってきた、一瞬ポリポリ書いちゃった。うん、そう、でも全然普通に、全然 SNS 知らなくても全然普通にいつも来てくれてる人で進めていくのも全然いいと思うし、そう。でもただ一つ注意しなきゃいけないのは、おいもちゃんに SNS の名前を知られてしまったら、おいもちゃんに関するツイートをした時とか、
あの人ねってバレることです。なんか別にわざわざその人の名前を検索して中身を見に行ったりはしないけど、自分の名前を検索して出てきたのに流れてきて見えてしまうことって仕方がないことじゃないですか。そう、そうなんだよ。だから別にさ、わざわざさ見に行ってるわけじゃないのよ、みんなのことを。おもちゃはね、実は別にわざわざ見に行ってるわけじゃないんだけど、みんながご丁寧におもちゃの名前を入れてつぶやいてくれるから。そうなのよ、別におもちゃが。だからその人が他の子にリップを送ってるのとか、他のアイドルについてねつぶやいてることは別にわざわざ見に行ってるわけじゃないから知らないのよ。知らないんだけど、なんかいつもはおいもちゃんのところ行ってるけど、いつもは坂井萌香ちゃんのとこ行ってるけど、最近は誰々ちゃんのこと言ってるみたいなとこ行ってるみたいなつぶやきをするとするじゃん。そしたらさ、おいもちゃんの名前入れたらさ、おいもちゃんから見えるに決まってるやん。そのね、毎日のようにさ、もう1時間に1回動かしてるとかではないよ、もちろん。本当に1日の終わりに見るか見らんか、なんかイベントがあったら見るか見らんかぐらいやけど、なんかみんながご丁寧においもちゃんの名前も入れてくれるからさ見えちゃうわけであって、それはみんなの爪が甘いです。おいもちゃん監視しに行ってるわけじゃないから、みんながそうつぶやく、みんながおいもちゃんに監視されに行ってるからね。そうそうなのよ、みんなが店に来てるの、おいもちゃんに。そうそうそう、いいんだけどね、その別に言ったって。でもそうやっておいもちゃんの名前が分かる状態で自分が浮気してますみたいなのをつぶやいておいて、おいもちゃんがそれ突っ込んで「ええー?」とか言うのなしよ。だってそれ店に来とるやん、だってどう考えても。そうだよ、だからおいもちゃんはなんか見てほしいんかなと思って一周回って自分浮気しててちょっと突っ込んでほしいですって言ってるのかなって思うよ。だってあんなに分かりやすく書く人がこんなにいっぱいいるなんて。そうなのよ、おめちゃんがわざわざこうやってぐいぐい見に行ってるわけじゃないんだよ。みんなが店に来てるんだもん、見ちゃうよそりゃ。そう、だから堂々と突っ込みます、おしゃべり会とか。いや、どんどん赤くなってきた。ダメダメ。ってな感じです。全然いいんだけどね、面白くて言っちゃう、おむちゃんは毎回。おむちゃんから言われてないからバレてないとも限らないからね、あえて言ってないだけかもしれない。自分から暴露するのを待っとるかもしれない、おむちゃんは。本当に常にエゴサして貼ってるわけじゃないので、そう、本当に見てほしかったらちくわメールってつけてください。ちくわメールはメール送って届いたかなからちょっと経って見るようにしてるので、基本的には、まあ、あんまりつぶやいてる人おらんけど。恥ずかしいもんね、やっぱメールの返事とかってね。今来たけど何か重い話って、全然重くない、むしろめちゃめちゃ軽く話しとる。隣の霊に並んでるのとか見えちゃいますかって、うん、タイミングによるかな。タイミング、例えばなんだろう、一瞬列が途切れた時とかに
チラッて見た時にいたら次回ってきた時に言われちゃいますね、きっと。こっちとしては結構重い。いや全然全然気にしないでください。昔はね言われたよ、おいもちゃん言われてたよ、ずっと。めちゃめちゃ DD に厳しいとか、単押し以外に厳しいとか。あれ？そんなつもり全くなかったけどなって。でもそれってさ、なんか単押しが嫌とか、じゃあ単押しじゃないと嫌とかさ、なんか他のところに行くのダメとかじゃなくて、あのやっぱ言っちゃうから誰々もしてるんだねって意味もなく、ただ単にただ単に言っちゃうから、あのあイコールおいもちゃんはなんか単押しじゃないとダメなのかみたいなイメージが多分勝手についちゃっただけで、ただ単においもちゃんは面白がってただけなんですよ。そのあえバレてるみたいな感じになるファンの方を見るのが面白くていつも突っ込んじゃってただけで、そう別に怒ったりしないし、そうそうなんですよ、別に。そうなのよ。でも初期の頃やっぱ言われてた。そう結局やっぱガチガチで来るわけよ、最初初めましてって。誰なんて名前でいつも7号5してますとか、ね、でも一個さこっちからさそういう風に言ったらやっぱなんか仲良くなれちゃうからさ、そういつも言っちゃってた、知ってたらね。でも別にいや嬉しいよ、単押し、単押しは嬉しいけど別にそれを強制する必要はないし、好きっていう気持ちは誰にも止められないものだと思うので全然いいんですけど、嘘だけはつくなよ、嘘だけは良くないからな。堂々と誰々ちゃんも押してますって言いなさい。許す。そしたら許す。ただ優先順位は聞く。そう、まあレーン自体はねなんかもう仕方がないことなので隣に並ぶしかない時もあるでしょう。たまたま隣でどうしよう大丈夫かなって思いながら、でもそういう時に限って推しに目撃されることもあるでしょう。そういう時は素直に謝ればいいんです。言ってなかったらね、本人にあの子もしてました、許します、いいんです。嘘つくのだけがダメです、それは怒ります。でも本当になんか自分が似合わしいとか、みんないろんなメンバーがつけてそのうちの一人だって言われて傷ついたことはないよ。だって結局好きでいてくれてるわけだから。全然でも気づいたら楽しい許さない人みたいになっててあれみたいな。いつぞなんかいろんなね、やっぱそのおいもちゃんにおいもちゃんに推しだってバレたとかさ、おいもちゃんに DD だってバレたとかいういろんな声が最終的にそういう風になってしまったのかと思うと過去の自分を殴りたいですが、きっと今はねそういう風には思われてないでしょう。やっぱ初期の頃はねやっぱいろいろあるのでって言い方したらなんかあれだけど、そう本当に最初からそう、まあ、単押しでいてくれてることは嬉しいことだけど、じゃないとダメってわけじゃないし、そうなのよ。ゴムちゃんびっくりした。だってそれって私が決めることじゃないし、単押しかどうかなんて。でもたまに心配になる。むしろその単押しにしてくれてる方がもしさ、今のところ全く予定はないけどおいもちゃんが卒業した後どうするんだろうって、うん、あっさり他のところ行くんかなとか考えたりはするけど、まあ予定はないのでそのままいてくださいって思ってます。でまあ単押しですってわざわざ言う人もなかなかいないけどね。
外とね、わざ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 言ってくる人いないかな。会話の流れとかでさ、そういう話になって楽しだよとかあるけど、急に来てわざわざアピールする人いないか。うん。先に言っとくけど、6期生に浮ついたらごめんなさいって。髪の毛一本ずつ抜きたい、こうやって予告していかれたら。でもどんな子たちが入ってくるかわかんないよね。一回り下が入ってくるかもしれないし。一本一本抜くかもしれん。地味に辛いやつ。で、ちょっと行ってみたけど、やっぱりお芋ちゃんだったってなったら、一本ずつ戻していく、こうやって毛穴に。あれと一緒、温泉とかでさ、靴入れるときにさ、その時100円入れなきゃいけないけど、鍵戻したらさ100円戻ってくるやつとかあったりするじゃん。あれみたいな感じ。こうやって抜くけど戻す。やっぱ気になっちゃうもんね、新しい子とか入ってきたらね、若い子とか入ってきたら。わかるよその気持ちは。きっと、でもみんなきっと戻ってきてくれるって。行ってみて改めてやっぱ梅ちゃんだわって思う人ももしかしたらいるかもしれないし、本当にそのままいなくなっちゃう人もいるかもしれないし、わかんないけど。それはスバコを見るたびに髪の毛のことを思い出した。多分きっとお芋ちゃんのところに今来てくれてる人も、もしかしたらもともとね別の子を応援してて、グループ問わず応援してて、気になっ、なんかただ本当に気まぐれでお芋ちゃんのところ来て、そのままおいもちゃんに来てくれた人もいると思うから、あんま言えないけど、行かないでとか、めかどしいけど言えないけど、行くってなったら髪の毛を抜きます。髪の毛がない人は何も出てこん。爪にしとく。まだある。じゃあ爪でもかっていうことで。爪限られてますが足と手で限られてますが、爪でもか。針でも伸ばせない。厳しい。皆さん自分の気持ちに素直に生きてください。でもただそれをお芋ちゃんに知られた時はもうなります。ただちょっと増やしちゃうのはしょうがない。お芋ちゃんを捨てることは許しませんが、そう
スキーの対象が増えることは仕方がないと思いますので皆さん好きに推し活してください。でもおみもちゃんが何と言おうと、今ね、今何を言ってもきっと髪の毛のことしか皆さん頭にないと思いますが。でもだからってさ、なんか推し変するからねって報告されてもちょっと困るかもしれん。だって推し変するからねっていう報告ってさ、もうさ、みんなの気持ちはそっちに行きかけてるわけよ。でそれって本当にただの報告なのか、なんかおいもちゃんに引き止めてほしくて言ってるのかわからないよ。でもね、今までね、推し変するからねっておいもちゃんに言ってきた人ね、全然いない。みんな気づいたら言ってるそうだね。みんなたまにメンバーがさ言うじゃん、なんか推しししようと思ってるんだけどって。でもそれに対して私はどう言ったらいいのかわからないみたいな、なんかね、引き止めたところで多分その人は言っちゃうし、そう、私はどうしたらいいんだみたいな感じで言ってるメンバーってたまにいるじゃないですか。でもおむちゃんのファンだった方はみんな言わずに言わずに言ってしまいました。言わずにそれがでもその人なりの優しさだったのか、本当においもちゃんのことが一気にどうでもよくなったのか分かりませんが、でもそれもなんか逆に優しさなのかなって思っておくことにします。そう、どういうきっかけで推し編を知るのって。でもイベントとかにやっぱり違う子のうちは持ってたりすることですかね。そう、でもそれも別に向こうはバレたくてやってるわけじゃないし、おいもちゃんも変に問い詰めたりは、もう問い詰める場もないので握手会に来るわけじゃないから、ので別に見守ったりしますが、まあお見送りで並んでたら睨みます。一回睨みます。一回睨んでありがとうって言いますきっと経験したことある方もいるでしょう。しっかりと睨ませていただきます。あ、その子に言ったのねって顔してありがとうって言いますをしてるのに睨まれたらどうしたらいいんでしょう。それはきっとよそ見してる瞬間を目撃されてると思うので、次おしゃべり会とかそういうのに参加したら謝りましょう。なんか睨まれてみたいな感じで反応する人はなんかまあ可愛いもんなんですけど、たまに本当に本当においもちゃんとの今までが何もなかったかのように別の子の内輪を持っておいもちゃんのことをなんか本当に他のメンバーと同じ感じでありがとうありがとうって去っていく人もいるんですよ。そういう人は多分睨みは効かないので、そうですね、悪夢見ますようにってお願いしますかね。あれれれれれって押してたよね、おいもちゃんのことちょっとなんかなんか一個ちょうだいよ反応みたいな。そう、公園で他の子を見るのは浮気になりますって。浮気にはなんないけど、やっぱさ、あいメンバー側もさ、その人のことだけを見てるわけじゃないじゃん。まあその、まあ、見るけどずっとその人を見てるというよりは、まあ、いろんな人にこうアイコンタクトを取ったりとかさ、友達以外の方でもまあ自分のうちは持ってなくても
見るじゃん。でさ、だからさ、ちょうどこのバチが合う瞬間って結構一つ一回の公演の中で貴重だと思うんですよ、ももちゃん的に。わかる？このなんだろう、私がこう見ててもさ、こう視線が違うところに行ってる瞬間ももちろんあるし、こっちが見てるけどおいもちゃん別のところを見てしまっているタイミングってやっぱ絶対あるわけじゃん。それの貴重なこの1回をあなたはなんで逃してるのよって気持ちなんだよ、こっちは。そんなこの一瞬おいみたいになるだけ。そう、他のこと見て、他の子を見てとかじゃなくて、そうこの結構な確率だと思うのよ。だってさ、わかるよ、その公園来ててさ、推しが常に目の前にいるわけじゃない時ってあるじゃん。ポジションを移動するから、上手から下手に移動することもあるし、どうしてもさ自分の視界に入らないところにメンバーがいる時もあるのよ。だからしょうがないと思うんだけど、ちょうど目の前にいる時に、ちょうど私もちょうど見て、ちょうど一番いいタイミングで目を合う瞬間がせっかくあったのに、なんであなたこっち見てんのってなんでってなる時はありますね。おいもちゃんだけ見て、いない、いない、いない、流れちゃった。おいもちゃんだけ見ていたいけど、目の前に来て踊ってるのに見ないと失礼かなと思う。あ、それは全然いいんだよ。そのおいもちゃんがちょっと違うところにいて、目の前にこう他の子がいて見てるのは全然いいのよ。そう、でもちょうどいいタイミングを逃されるともったいないと思う。そう、今のタイミングがあったのになんで逃したんだってなる時はある。でもそういうのもさ、本当タイミングだからさ、もったいないなって。だから自分もなんかごめんこのタイミングで見てみたいな、あのそっちがこっち見てるタイミングじゃない時に見ちゃってごめんとか思いながら。そう、さっきなんか読もうとして流れたのあった。公園でひなたがおいもちゃんファンはおいもちゃんしか見ないって言ってた。いや、人によるよ、でも。うん、そう、そうそうそう、目が合った時結構恥ずかしい。おいもちゃんもでももう5年くらい5年目だけど、6年目かだけどさ、なんかでも本当にパッて会うとなんかちょっと恥ずかしい瞬間ってある。わかる、なんかこう普通にパッて目が合うっていうよりも、なんかスッて目が合う瞬間ってあるのよ。なんか時止まるぐらいの目の合い方がする人がいるのよ、たまに。なんかその人だからとかじゃなくて、どの人でもなんか本当にスッて目が合う時にちょっと恥ずかしかったりする。なんでか分からんけど、これはなんやろね。急になんか、あ、なんか今の恥ずかしかったってなるとき、毎回じゃないけどたまにね。そう、え、もう1時間経ってるじゃん。全然もう終わんなきゃ。おむちゃんは明日の稽古のために早く寝なきゃ、起きられなかったら困るからって思ってたのに、気づいたら1時間半話してる。そう、でもおむちゃんは笑うと目がなくなるので、よくなんか目が合ってるのかそうじゃないのかわからないって言われますが、大体合ってますね、そういう時は。そう、でもなんか笑って目がなくなる時ってさ、やっぱおいもちゃんは見えてんのよ、ちゃんと視界。だから分かんないの、自分がどれぐらい目が開いてるか。だからさ、せっかく目が合ってるのにさ、おいもちゃんの目がないせい、目がない目が開いてないせいで、なんか目が合ってないって思われるの悲しいから、できるだけ開けるようにするんですけど、でも開いてるとなんか元気がないって思われるんですよ。だから多分あんまり開いてない時でも目は合ってるので、合ってるって思ってください。
そうです。本当に言われる、なんか今日元気ない、なんかないように見えたみたいな。多分その人はきっと目が開いてるお芋ちゃんを見たことないんだと思う笑ってるからさ、やっぱりいつも公演中って基本的にね。そう、だからお芋ちゃんの今年の目標の一つ、変わらず去年からね変わらず目を開けることだけど、もしかしたら開かないかもしれないけど、開いてたら珍しいなって思ってくださいてな感じかな今日は。早く寝ないと、もうお風呂入んなきゃ。明日から頑張ろう。鼻かゆ。じゃあランキングをささっと読みます。13位まさみさん、今年もよろしくお願いします、舞台ファイトってありがとうございます。12位ひーちゃん、胃カメラ検査にならないことを願っております。私も願ってます、ありがとうございます。11位マーシーさん、お芋ちゃん推し、ありがとうございます。10位シーバマサヒロさん、ありがとうございます。ピースで表現した。9位しのぶさん、芋立ち、ありがとうございます。8位ハピーチさん、おしゃべり会は時間気にして毎度頭真っ白スタートです。意外とわかる、真っ白スタートしてる人ってありがとうございます。7位サカさん、ありがとうございます。6位クリボーさん、唐揚げは片栗粉派です。おむちゃんは醤油と生姜が濃ければ何でもいいです、ありがとうございます。5位ハヤッターさん、芋赤姉妹推し、優先順位はねってめっちゃ細かいありがとうございます。4位スージェさん、ありがとうございます。3位カズさん、コリアモ転売見に行く楽しみって頑張ります、ありがとう。2位コアラさん、ありがとうございます。今なんかめっちゃ暑いと思ったらカイブやった、ありがとうございます。1位のりあつさん、芋立ち、ありがとうございます。拍手。こんな感じで今日は終わりたいと思います。今日はいろんな話したんですけど、まあお芋ちゃんは怖くないよということでよろしくお願いします。これでまた変なとこだけ切り取られて、お芋ちゃん怖いみたいになったらどうしよう。お芋ちゃんは、じゃあみんな今日はつぶやいて寝てください。お芋ちゃんは心が広くてとても優しくてとても身長が高いとつぶやいて寝てください。それでは終わります。 See you again、 また来て again、 おやすみなさい、バイバーイ。